ガス枠かな。ワコツアリです。これラス枠、いやもう疲れてるってか、俺実は今日ね1時間配信したら寝ようとか思ってたぐらいなんだけど、なぜかこんなにやってしまったのは負けが込んだから。昨日やりすぎた、くったくた。まあでもね、タラゲーなんでやり毒あったまりで、そうあと一戦やったらやめるからね、温まってね、4時間やってんだけど。最悪だよ。で、一生温まってるからね、今日多分1日中で温まってるよ。よくねえなぁ。ワコツアリようでないずにまた配信楽しみ待ってます。俺が超絶なえてるのよくわかったね。いやまあやっぱり明日休みだから今日いっぱい配信できるぞと思ってたけど、やっぱり体調悪い時はやんねえ方がいいな。ゲーセンだったら絶対やんねえんだけど、ダダゲーだからついやってまう。そうそうそう、気持ちよく勝ったら寝る寝れないの流れあるよね。昨日もこれまでやってね、ミサーフに言うと俺2時間しか寝てないんですよ。3時間かマジ眠いんだけどみたいな。ワコ俺5段、イエイ。温まったらダメージ使ったらいい。それ温まるところがコントローラー投げますよ。あでもあのキャラ面白そうなところあるんですよね。やっぱなんか逆にタク系のキャラとあんまりじゃんけんぽんしなくていいな、ちょっと羨ましい。PS3 の方が、そう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 。連日配信でいたっけ？どういうこと？ PS3 の方が、いや、ないっすよ。多分、今日は、あんまり関係ない。俺の体調の問題が、ちょっとでかいと。まあ、明日休みだし、ゆっくり休んで、早めに配信してようかな。それかワンチャンゲーセン行くか。でもゲーセン行っても人いなさそうだな。明日ぐらいになるともう休み終わってる人もいそうだし、逆にお盆の方がゲーセンいない気持ち。誰も、あ、すげえ。ワンチャンあります？死んだ。うん、反応も精度も落ちる、間違いない。反応が落ちるのがやばい。反応しない方がマシ。電波さん超強い。やったことないけど絶対勝てないわ。俺ナオト戦は全然わかんねえからな、教えてもらいて。そういう意味でも今やりてんだよな。てかゲーセン人いますかね。ダモスさん行ってます？ナオト戦、ああ、関東でナオト知らないっていうか、いませんからね。探したけど全然いねえから、行ってねえからわかんねえっす。そうっすよね。だってどうせ行ってもいねえんだろうみたいな感じで行きにならないっすよね。あとなんかもう配信してると、なんか、夜更かし勢になってしまって、ゲーセンに行く気が失せる。ただなら別にいいけど、ゲーセン行って、体調、ベストコンディションじゃねえ状態で対戦とかお金の無駄。うめえ。ハードル？ハードル入るの？いいバースト。そこで打つのか。やべえな、このバータイ。メテオ対策って言うか。今のハードルレシピ？ナオト戦、いや、俺ナオト戦多分見せらんない。いいものは。俺も全然わかんないんで、多分俺ナオト30回ぐらいしかやったことないです。いないんですよ、マジで関東にもナオト。マジうめえ。土曜の、神楽坂？それセガの大会かなんかっすか、タモスさん。ナオトね、強ければ俺も使いたいぐらい。
あれいなくなって、これはすごい。黒なんとかさんね、遭遇できない。多分普段やってるとこ超遠いんじゃない、あの人。そんな気がする。黒なんとかさんどの辺だっけ、八王子の方なのかな、わかんねえや。かっこよすぎる。ナオトうまいとかやばい。俺もこのキャラ使いたい。シャドウさん、ユキコ、うん、ユキコっぽい、ハマーオン。確か町田、町田、そうですよね。あの、なんだっけ、え、マジで、そんなんでいけないの。うまっ、反応早っ。なんでしたよ。ちょっとコンボかっこよすぎるんだけど、そっとしておこう。何そのロック。確定かこの位置だな。マジで逆切るタイプだなと思って。知らないのバレてた。スーパーイモバースト、バーストポイント知らない、誰か教えて。ちょっとしておこう。ねえ、ナオトのバーストポイントってどこ。拳で語れ。ああそうだよね、柔道が汚いよね。てかなんでここに来て実績解除超出てんの。ミレンが1段目、マジで全然頭回ってねえ。画面見えてねえもん。やめようかな、もう。やめるわ。これ終わったら俺抜けますわ、これ。さすがにやばい。これ。産地がやばい。全然画面見れてないことが分かった。そうだよね。でもナオト見たいよね。みんなナオト見たいよね。俺やんなくてもいいから。これなんだよな。折れたっつうか。疲れた。画面が見えない。もう全然見えてない。結構前からだけど。あ、そうそうそう。回収枠行けば。さすがに4時ですし、そうなんだよね。もうくったくたっすよ。12時間ぐらい寝そう。でも楽しかったからまあいいけどさ。温まったけど。あるある。こうやって人が同じことやってるとね、よかったってことね。そして、5時間。まあ確かに。いやもう、実はまあ、三沢やりましたけど、さっき。5時間配信も、まあ別に大したことないんですけど、3時間くらいしか寝てないのがちょっとやばいですね。まあ寝てない寝てないと言うとマジ三沢なんですけど、しかもこの後強すぎなんですけど、マジやりてんだけど、ダメダメダメ。心を鬼にしててよ。これなら江戸さんも喜んでくれるはず、間違いね。
心を鬼にしてるよ。さっきからこれもうちょっとやりてえ、もうちょっとやりてえで何時間やってんだよ俺。